株価指数です。今回ですね、サムネでも書かせていただいてるんですけど、カブトムシとクワガタ、どっちの方が育てやすいのか、はい、まあ、どっちの方が初心者に向いてるのか含めても個人的な見解をちょっとね、今回お届けしようと思ってます。で、これに関しましてはですね、様々な意見があると思います。ただこれ個人的な見解ってことも含めてお届けしたいなと思ってるんですね。私両方とも育ててます、うん、いきますと、これ大きいですけどスマトラ君、はい、でかいですよ、うん、100オーバーのスマトラ君ですね、はい、こっちでいきますと、よいしょ、ヘラヘラさんオープン、頑丈です、はい、っていうね、こういったヘラクレスさんもいたりもするよってこともねある中で、これの、まあ、どっちの方がって形の見解っていうのをね、期待していきたいなと思ってるんですね。スマトラさんもそうですけど、どっちかっていうと、メインで育ててるってことで言ってくれば、その、タランドスさんを結構育てる機会が私多いかなと思ってまして、はい、よいしょ。こちらですね、うん。タランドスさんってとこがあって、綺麗です。で、私がタランドスさんにしてる理由っていうのも、うん、禁止瓶の方、はい、ここにねちょっと用意もさせていただいてはいるんですけど、うん、できてくるからってことがやっぱ強いですよね、はい、マット飼育クワガタのやつでやるの、うん、私結構初心者ながらやった上で大変だったなっていうのを思ってはいるんですね、うん、理由としても一緒に住ませといたらそもそも首直近されちゃうので分けなきゃいけないとか、うん、まあ、それカブトムシに関しても両方言えることなのかもしれないんですけど、交尾させすぎたらダメとかで、はい、ただ、今の段階ではまあスペースの問題とかももちろん皆さんある中で、ガチな人は絶対分けてるとか思います、はい、産卵セットとそうじゃないとか、うん、でもそうじゃなかったりってことであれば分けなくても大丈夫、はい、っていうのがカブトムシなのかなと思ってるんですね。クワガタさんとかやっぱ分けてあげないと首直近されるんですよ、はい、タランドスはあんまその傾向ないんですけど、うん、他の種、先ほど言ってたスマトラさん、はい、とかであれば首っていうか顎のとこ縛ってあげないと直近されちゃうとか、うん、過去私オオクワとかでも一緒にやってたらメス直近されてたりとか、そんなことも結構あったんですよ、はい、なんで飼育する難易度でいくと私的にはカブトムシの方がまだ育てやすいかなと、うん、いう気持ちもしてます、はい、もちろんオオクワさんとかもかなり育てやすいんですよ、うん、言ってしまうし寿命も長いし、カブトムシって多分長くて1なんですよ、はい、でもクワガタって長かったら5年近くオオクワとか生きる種もいたりもするんで、一つって形で育てるっていう意味では長生きするっていうのもあるので、そこの良し悪しは別としてなんですけど、ただそういった意味ではマットだけで育つ種もいるんですけど、やっぱり大きくしていこうってことを考えてくれば、禁止瓶っていうのが1匹につき1個いるっていうのが多分大きいかなと思ってるんですね。こんな感じで載せてますけど、うん、禁止瓶もピンキーです、はい、もっと高いのでルカディアとかそういう種で行くとめっちゃ高いんですよ。ただ私で行くとそこまで高くないやつを今試してる段階だったりはするんで、ボトルの大きさとかにも結構変わります。こんな感じのタンこれとかで300-400円、お一瓶です、一瓶300-400円ってことになるんですよ、うん、ただマットってことで考えれば月夜野さんのやつとかであれば、うん、一袋まあセットで買ったら400円ぐらいです、10リッターかつ結構2、3回買えるかなって感じですね。カブトムシもっと買える頻度とか高いんで、どっちがいいのかってこともあるんですけど、ただクワガタって卵を産ましていくの結構難しい、うん、僕の中での見解です、はい、この中で産んでくれる子もいるし、うん、ここにありますと冷子剤とか、はい、いう形で産むのもあるし、マットに産むよってこともあるし、うん、こういった形の産卵着、はいはいっていうのも必要だなってこともあって、産卵着に産ませるなら産卵着に産ませるなりの加水っていうのも必要だなと思うんですけど、ただ私やった中で結構最初苦戦したのが、うん、カビちゃう、おー、なるほど、緑カビ、白カビ、加水のさせ方、まあやり方だと思うんですよ、うん、でも私が初っ端なやらせてもらった時結構その苦戦がありました。なんでその絶妙な加減ができる方であれば全然クワガタでもいいと思うんですよ。ただそうじゃなくブリードしていくって感じ考えて、このハードル結構あると思うんですよ、うん、であと禁止瓶に関しましては管理が結構大変だと思うんですよ。常温で置いといたら劣化しちゃう可能性も出るからですね、うん、なんで暑くなりすぎてもそうだしってこともあるので、たまにショップとか行ったら冷蔵庫の中に禁止瓶ポンって入ってるんですよ、はい、
冷やしておくと、そしたら劣化を抑えるというか、菌糸の活性とか抑えるとか、まあ、いろんなことを含めても、うん、常温タイプと冷蔵タイプとって形が売られてるのがあるんですけど、多分それを双方揃えていくと結構大変じゃないかってことも私も思ったりもするんですね、はい、なことを含めても私であれば育てていくんであれば初心者さん向けって言い方をすると僕はカブトムシじゃないかと、うん、いうことが自分の中で見解として持ってるってこともあって、で今クワガタさんも結構育ててたりとかもしてて、その中でもこっちの菌糸瓶タイプで育てるタイプの卵を産むとか含めても、うん、タランドス、レギウス、ババオーゴニ、オーゴニキですね、うん、に絞っているのはどっちかとそっちかなって感じがしてます。なんでメタリフェルとかも育ててますけど、そこのところの卵を産んでもらうの結構私は苦労しました、うん、まあ、簡単に産ませれる人もいると思うんですよ、はい、で虹色とか含めてもね、でもそっちよりは私カブトの方がいいかなって見解を自分の中で、まあ、合ってる合ってないがあるんですよ多分、うん、人によって、まあそうですねっていうのがあるので、その上でいくと私は今後はヘラクレスさん、うん、っていう方向、まあカブトムシ全般ですね、コーパサスとか、はい、あっちに絞り込んでいくことをちょっとやっていこうかなっていうふうに思いました、はい、でコメントとかね、いただいてて結構しまして、その中でやっぱあったのが菌糸がやっぱ劣化しちゃうよとか、うん、いろんなことも含めてもある際に、まあ、スペースの問題もきっと出るときに、はい、どっちかっていうともうクワガタよりもカブトムシに絞っていく方がいいんじゃないかって見解は、まあ、社内でも話してたってこともあるので、はい、そういった意味でヘラクレスに特化していく、どっちかっていうと海外産のカブトムシに特化していくショップの方に絞っていくようなことをちょっとやっていこうかなっていうふうに思ってます、はい、でカブトムシの種類とクワガタの種類でいくと圧倒的に私の見解ですけどクワガタの方が種類がベラボーに多い。なるほどなるほど。っていうのと、はい、あと低温種って呼ばれる種と、うん、そうでないのもなんか揃えていくのも結構大変だと思います。なんでそっちのクワガタの種を超やってるところのショップさんっていう形に今後できれば私たちもいいと思いますけど、はい、さっき言ったここの場所の問題もあるんで、まあ、全部を叶えるか結構難しいなっていう気がしたっていうのが本音な部分かなってところなんで、はい、いただいたコメントをちょっと鑑みた上でカブトムシにしていこうかなっていう見解にちょっとたどり着いたなっていうところが今回あるところじゃないかなと思ってます、はい、今育てているクワガタさんたちも今いる分は育てようと思ってます、はい、ただ今後お客さんとかショップって形で提供していく分に関しましてはどっちかというとカブトムシをメインにしていくようなことかなと思ってます、うん、素朴なこと聞きたいんですけど、はいはい、そのカブトムシ育てるにあたって、はい、なんか資材揃えるとかもそうですけど、はいはい、どんな感じの予算を見といたらいいでしょう。ブリードさせるかどうかによって変わるとは思ってます、はい、ブリードさせないよとかであれば、はい、観賞用だよって形であれば、うん、この中でペレットとか引いてとかであれば多分そんなにケースとあれだけなんてかかんないです、うん、これってカブトムシもクワガタも一緒だと思うぞ、うん、ただカブトムシの場合だけであれば極論ですけどマット用意していれば卵を産んでくれるんですよ、はい、あ、もうその木とかはいらない、木とかいらないです、はい、ただクワガタに関しては、はい、そこから産卵剤、あ、そうか、さっきも出てましたもんね、うん、産卵剤が絶対的に必要な種もあるし、うん、産卵剤ではそもそもなくてこういった冷資材が必要だよって形とか、うん、他の剤が必要だよって種もいるし、うん、あ、そうかそうか、あとこんな菌糸瓶を必要だなってところがあるんで、チト段階多い、うん、そうか、さ、交尾した後もまたこういう資材揃えなあかんしみたいな、はい、そうですね、はい、ってこともあったりはするんで、そのかき出すためのスプーンとか、うん、なんかって前もお届けした中でほじくってましたね、ほじくってるやつとか、はい、いうのがやっぱ必要だったりとかいうのも考えたら、うん、そういった意味では買う量と種類、はい、うんっていう言い方ですればクワガタの方が私は多いイメージ。あー、そっか、株数が多いということはコストもかかるし、そうってことですね、うん、なんでこれの温度管理とか、うん、もう私がやってるやり方が正しいは分かんないですけど、はい、こんなこと含めてもまあそうだしとかですね、うん、でしかも一匹ずつこれこうこれしていかなあかんとか、間違ってこれキノコ生えてきたりとかするんで、あ、そっかそっか、管理の状態によりますけどね、うん、
とか含めてになってきたりとか、そういうことの気や。で、私がヘラクレスやってる分、はい、ってことで関したら、後ろパン屋さん中にマット入れるだけ、はい、これ100円です。そこ1つ100円100円、うん、だから禁止瓶は、うん、さっき言ってた300-400円、高いやつはもっとしますけど、うん、ってところ比べたらその差があるよってことか、まあ、一つと、あとカブトムシ幼虫、うん、国産のやつ、はい、登山やったら覚えてます？ああ、ありましたありました。あんな状態でもあんなブリンブリン育つんですよ。そうですね、半ば放置です。半ば放置でいいんですよ、うん、でクワガタ僕そんなイメージないんですよ、はい、繊細に木とか、あ、そかそか、していかなあかんっていうイメージがあるってことかな。にカブトムシの方がリーズナブル、うん、っていうのが、はい、私が今思ってる見解です。温度感は同じ見解なんか置いてくれますけど、うん、さっき言ってた低温症感できたら別になるんですよ、うん、で、あ、そっか、なってきたらその子たちのためだけにあのワインセラーとかやってる人、なんか見たことあります。そう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 、はい、なんでその温度帯よりも低い温度でしか育たない人とかもあるんで、うん、エラフスとかあんなもそうですけど、低温種はそのワインセラーとかなってきたらそのコストもいます。ワインセラー買わなあかんし、そうです、ワインセラーもランニングかかるし、そうってこととか考えたら本当にそういうのが好きな人、うん、でコストとかもある程度かかってもいいよとかかっこいいしとか、うん、っていう方であればクワガタも全然ありです。でも育てやすさとか、はい、まあ、長生きするかで言うとクワガタの方が長生きしますけど、うん、そっちで考えたらカブトムシの方が育てやすくてリーズナブルっていうのが個人的な見解ですね、うん、っていうこともあるので、まあどっちの方が育てやすいかのあくまで個人的な感想、うん、なんでそうじゃないような意見も全然あっていいと思いますし、カブトムシとかもあのアクティオンというかレックスとかは 2,3 年、はいはい、ネプチューンもそれがかかるんですけど、まあ長いやつもいますしね、うん、クワガタもそんなベラボイ長いやついるんかちょっと僕も分かってないですけど、うん、ということを含めてやっぱ巨大な分ちょっと時間かかっちゃう人はいるんですけど、はい、そんなことを含めてもあるんじゃないかなって感じです。なんで後ろみたいに、はい、アホほどなんかヘラクレスとかを育てているんやったら多分そんないっぱいなんですけど、多分ワンケースで済むんですよ。そうですね、なんかワンペアだけとかやったらほんまにケース一つ、そうなんですよ。なんでマットも一袋10リッター買ってたら、はい、なんか 2,3 回分のこれの交換分とかあるんで、そっかそっか、おかわりはできちゃうわけですね。そうです。なんでマットが仮に月野さんとかで言ったらさっき言った買い方によりますけど、はい、500円とか600円って2入ってるよ、パン屋さんのケースで100円だったら500円でヘラクレス1匹、うん、ああ飼育できちゃう、できちゃうってことにもなるんですね、はい、なんでその後にこんな形とかで昔出てきた気がします。昔出てきたような形の人工養子とか作ってとかやってもこれも100円で100円、うんうん、でも800円ですよこれで、はい、って考えたらベラボに確かに安いですねっていう形ですか、こいつの1本分とかぐらいの感じで成虫までいけるってことを考えていけたらってことじゃないですか。うん、なんでカブトムシヘラクレスはエサめっちゃ食うんで、はい、その分の減っていくは無知に出るかもしれないですけど、はい、ただ大人になっていくとかまで考えたらそっちの方が多分リーズナブル。うーん、そこそこ最初にかかる金額が少ないから、そうですね、とっつきやすいかなって感じですね。そうですね。なんで人によってやっぱ環境が違うので、はい、なんかお金めっちゃかけれる人と、うん、そうじゃない人とかによって圧倒的に変わるし、はい、でお金かければかけるほどマットとかの質がいいやつとかもあっていくんで、それで大きしてはる人もいます、はい、なんでどこを目指すのかによって変わります。かっこいいなのか、はい、いやもう種類をいっぱい育ててるからリズムとか、うん、いろんな見解があっていいと思うので、その中の私なりの参考になるかわかんないですけどちょっと今回お伝えさせてもらってて、でショップの構造に関しましても先ほどずっとお話ししてましたけど、そっちのカブトムシの方に私たちはセグメント切っていこうかなって今の段階してるというのも、はい、コメントいただいた上での僕たちの感想、はい、ということにもなるんで、そんなこともね、質問こんなこと聞いてみたいなとかもあれば、うん、コメントもいただいてもねとても嬉しいかなと思うんですよ。皆さんと一緒にショップを作っていくって私も思ってる節なんで、そういったコメントいただけるととてもありがたいです、はい、ってところで自分たちなりの見解をちょっとね出していきながら今後もねお届けしていければと思っておりますんで、チャンネル登録ねまだの方はぜひしていただいた上で応援もよろしくお願いいたします。それではですね、引き続き動画の方ご視聴の方よろしくお願いいたします。それではヘラクレスリッキーくん、オスいるんですよ。オスのちゃんとした形のリッキーくん、はい、元気なリッキーさんです。元気なリッキーさん、今ここで動いてて、うん、この子、うん、プレゼントしましょう。お、ついについに
久々のヘラクレスシリーズ。久々のヘラクレスシリーズ、はい、ただですね、これ、うん、ちょっと今までとちょっとやり方変えさせてください、はい、で今までご応募いただいた方っていうのはとてもありがたいことなんですけど、うん、本当の意味でご新規様プレゼントしていける企画が良いかなと思っていたりもするので、その今までご応募いただいたことがない方限定でご実施させていただくような企画でちょっとやらせていただければなと思っております。全くのご新規さん、全くのご新規さん、ご応募いただいたことのある方はちょっとすみませんと、はい、ってところにはなるんですけど、はい、まあ、そういった形としてですね、うん、新しいねご視聴者様が増えていくことっていうのが私も嬉しいなと思ってまして、まあ、既存で見ていただいている方もね、とても大切なんですけど、そういった意味で新しい試みってところでやっていきたいなと思っております。はい、はい、そんなねヘラクレスリッキーさん、うん、ちょっとねお届けしていきたいなというふうに私も思っておりますんで、今回の応募条件に関しましては動画のね最後の方にねまたお届けさせていただいておりますんで、そこの方でヘラクレスリッキーさんのですね過去ですね角ちょっと曲がっているバージョンお届けしたことあったんですけど、うん、今回は角曲がってない、はい、自分の中ですけどね、うん、っていうところでちょっとお届けしたいなと思ってますね。本当の意味でご新規の方に対して応募していただければなと思っておりますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではですね、引き続き動画の方ご視聴の方よろしくお願いいたします。それでは。